はい、弘前大学の赤田です。今日は私の方から、浪江町の復興フォローアップする地域人材育成のための保健環境教育プログラムについて紹介させていただきます。弘前大学ですけども、2011年の3月の震災を受けて、その震災直後から浪江町と連携協定を結び、浪江町の復興を支援してきました。この、弘前大学と浪江町様との連携をベースに、今回このような教育プログラムを活動を行っています。で、今回の授業ですけども、浪江町への、現場での、実践活動、アクティブラーニングによるプログラムを実践して、地域の子どもたちと地域の方々へ情報発信します。ということで、我々の学校、大学の学生だけではなく、地域の方々へも還元するというプログラムになっています。で、この活動のほかに、リカレント教育プログラムと直接対話によるリスクコミュニケーションも実践しています。で、これまでにも、9月に情報交換を開催しておりまして、浪江町様とうまく連携を強化しております。で、今回の人材育成の目標ですけども、弘前大学の学部学生、大学院生に対する人材育成としては、災害看護や住民の健康支援、環境モニタリング、生物多様性とその保全、環境防災、環境放射線を体験学習して、国内外に正しく情報を発信できる人材を育成していきたいと考えています。また、放射線リスクコミュニケーション実践を目指した体験型のアクティブラーニングによる人材育成として、浪江町民、また、虹色こども園という子ども職員あ保育園の職員を対象として、放射線リテラシー醸成のための教育を通じて、町民の放射線リスクに対する知識と認識が全体的に向上するということを掲げております。で、それぞれのプログラムですけども、看護学生のための教育プログラム、これは地域の健康ニーズを把握する、また健康支援について考える人材を育成していきます。また、放射線防護を学ぶプログラムとしては、実際の帰還困難区域の活動を通じて、それぞれの視野、知識、認識を深めてもらいます。また、放射線生物を学ぶ学生のための教育プログラムとしては、生物多様性体験型学習プログラムを開発するという方向で進めています。で、環境防災を学ぶ学生のための教育プログラムとしましては、現場に行き、また伝承館を視察することで、実際の状況をかつ、学生さん直接目で見てもらうということで学んでいただきます。で、環境放射能を学ぶ学生の教育プログラムとしては、浪江町を流れます請戸川、この請戸川の教育を観測、教育を通じて、地域の小学生、中学生にその地域の自然を理解していただくというプログラムです。また、リテラシー教育としては、プログラムとしては現在リスクコミュニケーションとして、食の安全、安心に対する教育を進めています。また、子ども園の職員に対するものとしてましては、放射線の基礎知識というものを子ども園の職員さんに直接学んでいただき、知識を深めることで、父兄の方々へ、正しい情報、正しい安全安心を排出するということをための教育を進めています。これらのすべてを通じて、大学の学生だけではなく、地域の方々の、教育も含まれて、このプログラムというものが成り立っています。で、本年度は、このすべてのプログラムの中の基本的なところ、コロナ禍の状況でしたので、うまくいかないところもありましたけれども、今現在進めています。で、今年度得られた知見をもとに来年度進めていき、今回の、得られたものを最終年度には、地域の小学生、中学生、また地域住民の方々に報告できる報告会というのも開くことで、このプログラムというものを完成させたいと思っております。以上になります。